それは偉大な秘密、シークレットです。このシークレットは、望むものを何でもくれます。幸せも健康も富も、欲しいもの、したいこと、なりたいもの、何でも叶います。選んだものが手に入ります。どんなに大きくても。どんな家に住みたいですか？億万長者になりたいですか？どんな事業をしたいですか？もっと成功したいですか？本当に欲しいものは何ですか？多くの人生の奇跡を見てきました。金銭的、肉体的、精神的、そして人間関係の奇跡です。そのすべてが起きたのは、シークレットの使い方を知っていたからです。シークレットは、現在、過去、未来に存在するもの、すべてへの答えです。シークレットとは何でしょう？私たちには、一つの無限の力が働いています。私たちはみんな、全く同じ一つの法則によって導かれています。宇宙の自然法則はとても正確なので、私たちは難なく宇宙船を作り、人間を月へ送り、何分の1秒という精度で着陸を操作することができます。あなたがインドにいようと、オーストラリアやニュージーランド、ストックホルムやロンドン、モントリオールやニューヨーク、どこにいようと一つの力が働いています。一つの法則、引き寄せです。シークレットは引き寄せの法則です。人生に起こることは、すべて自分が引き寄せています。頭の中に描くイメージ、つまり思考によってそれを引き寄せています。自分の頭の中にある考えを自分に引き寄せているのです。賢人、例えば古代バビロニアの選ばれた少数民族は、そのことをすでに知っていたのです。なぜ世界の人口の 1% が総収益の 96% を得ていると思いますか？偶然ですか？いえ、偶然ではありません。意図されているのです。1% の人々はシークレットを理解しています。それを今、あなたに紹介しています。引き寄せの法則を分かりやすく説明すると、例えば、自分自身を磁石だと考えます。磁石が何かを引き寄せるように、自分が引き寄せるのです。簡単に言うと、類は友を呼ぶということですが、実際には思考の次元の話です。私たちがすべきことは、何を望むかを考え、その考えを頭の中で明確にすることです。そして、宇宙の偉大な法則の一つ、引き寄せの法則を読みます。やがて、強く願うものになることができ、強く思うものを引き寄せます。頭の中で見えるもの、それをつかめるのです。その基本概念は3つの言葉でまとめられます。思考は現実になる。あまり知られていませんが、思考には周波数があります。思考は数量化できるのです。例えば、同じことを何度も考えたり、想像したりするとしましょう。
新車が欲しい、お金がいる、会社を持ちたい、理想の伴侶と出会いたいと考え続けることで、その宗派を絶え間なく発しているのです。思考は磁気信号波を送り出し、それと同じものを自分に引き寄せるのです。豊かな暮らしを想像すると、あなたはそれを引き寄せます。それはいつでも誰にでも作用するのです。ただ問題もあります。望まないことを考えると、それは何度も何度も現れるのです。引き寄せの法則は、良いと思うもの、悪いと思うもの、望むこと、望まないことを区別しません。あなたの考えに反応するだけです。借金の山を抱えて惨めな気分でいると、その信号を宇宙に送っているのです。借金がこんなにあって辛いというのは、それを自分で確認しているだけです。自分で感じたことは自分に返ってくるのです。引き寄せの法則はとても従順です。欲しいもののことを考えて、そのことだけに意識を集中させると、引き寄せの法則はいつでも欲しいものをくれます。逆に望まないことに意識が集中することもあります。遅れたらまずいと考えていると、あなたはそれを現実に招きます。引き寄せの法則は、いらないという気持ちが聞こえないので、それは何度も何度も現れるのです。引き寄せの法則は、欲しい、欲しくないを判断せず、あなたの考えを実現するだけです。さあ、イメージしてください。シークレットの使い方をマスターし、願いがすべて引き寄せられることを。